日本の薬草映画ってねなんで任侠っていうかっていうと法よりも起きてだからなんですよね。で法を破っても仲間を助けるために何でもする。で法よりも起きてって多分今の若い人は分かんないと思う。でも法よりも起きてって素敵じゃない三島由紀夫の盾の回だって法よりも起きてたわけじゃん。 だから知っていればそれが凶楽だってことは分かるはずなんだけど本当もね本当はそこは人類学の深い話が必要だけど、まあ、これだけ見る人もいる,いるだろうから言うと決まりの外に出ること、うんうん、喧んすることあるいはすごく危ない遊びをすること、まあ、それって実はすごく意味があるんです。でそれはどこまで法を守るのか。 例えば法,を法って統治権力が市民に命令するものですけれどもね、えー、統治権力が民主的であろうがなかろうが法は全て統治権力からの命令ですけれどもその命令が明らかに間違ったものである場合にそれでも従うのかどうか、ねえー、どういう場合だったらじゃあ俺はもうこれは従うのはやめるぞっていうふうに決意していいのかはいじゃあ法の外に出ることを決意した時にお前何するの っていうふうなことって、うん、実際にはね、何度か外に。出たことがあるやつですか、そのほどほどぶりっていうのは判断できないですよね。うん、れそれがクイズでなくなる。そうです。おっしゃる通りです。起業、うん。んね、うん、だって、だから、だから恋愛の話がわかりやすいと思うよ。うん、あの、恋愛って、まあ、これもう本当は長い歴史を話したいけど。うん、あの、恋愛って一番。恋、うん。 あるいは素晴らしそのシェイクスピアの「ロミオとジュリケット」もそうでしょ、うん、あるいは「近松門左衛門」や「近松判事」もそうでしょ、うん、まあこれあ世話物っていう条例ですけれども、うん、であとまあ戦後だったらね駆け落ちを描いた映画「逃避行」を描いたもの、うん、でつまり困難を乗り越える愛っていうのはパラフレーズするとそう。 いや、君との愛を鑑定するためであれば、もう世間も気にしない、社会あるいは法も気にしないと、自分たちはその外に行こうっていう動きでしょ。わかります？さて、今の若い皆さんってどうなんでしょうって、僕はいろんなリサ散場で知ってるわけだけども、そんな例題だ。あの残念だけど、あのあの法や法律はできませんだから僕がラジオでね、あのコロナが始まった頃に。 あのパンパまあ、要するにロックダウンにしてね渋谷の夜中は人はガランドだよってだったら若者たちを恋人たちを外に出て青缶しようぜって言ったんですよね。ででもそういう人いないんですよ、実際には僕はね夜中散歩するの好きなんで青缶やろうカップルがいっぱいいるのかなと思ったら全然いなくて「はあ?」って「大丈夫なの?大丈夫」思ったんですよ。で あのそれって宮台ワールドだなとか思わないでほしくてね昔の僕の同世代たちはそういうふうに思ったはずなんです。うんうん、で生々しい話は今日はしませんけども、まあ、いろんな経験があります東大の中でも外でもね、うん、昔のだってお祭りってそういうそうですでおっしゃる通りです、うんね、なので時々外に出るのでうん、うん、中にいることの輪郭がつかめるしあともう一つ生きづらくなくなるんですよだって 僕御柱祭りまあ、結構今安全便利快適っぽくなっちゃったけど私の御柱祭りって人が死ぬんん。でたくさん、ね、まあ、動画で見るとその理由もわかると思うけどでもだから強弱なんです。で、お話ししたいのはその7年に一度来るんですよね7年周期でやってくるんだけどあのお祭りが終わるとなんか大変ですよね。 あのまた次のお祭りまでどうやって過ごすんですかそう、そこはすごい大事であの最初はお祭りの記憶を反射するああだったこうだったでその後だんだん次のお祭りに向けてこのボルテージがだんだん上がっていく感じっていうのが平素の生活の中にもあるとあとはお祭りまで4年。 三年。二年。ね、だからこれは、あの、日本民族学もうしの折口信信なんかが重視していた、やっぱり力の、えー。操縦をめくるメカニズムなんですね。お祭りがあるとか、お祭りとこといたもんだけど、あの、性愛がある。っていうのは。その。魔、まあ、法や、まあお、お決まりですね、とか、あの、言葉。 とかそうしたものがすごく重要であるこの社会を生きるための、まあ、力をね与えてくれるものなんですよ。で力が湧くのが性愛やお祭りの時空でそれを消費してだんだん力が減るのが、まあ、社会の時空なんです。でそれはどこでもそうです。だからあの僕の言う「クズ、つまり「言葉の自動機械」「法の奴隷」「損得マシーン」の「マシン」